こんにちは、たくみです。本日は、伊豆大島にある大島空港に来ております。今お客さんが乗ってる搭乗している飛行機 NCA 新中央航空さんの飛行機でございます。こちらの飛行機ですね、調布を10時半に出てですね、大島空港に10時55分に着いた飛行機です。でこの後11時20分に、調布へ向かって出発をする予定でした。はい、でしたらですね、で今お客様乗り込んでるんですけども、この後ですね、プロペラとかねちょっと見て、で11時20分に、離陸する予定でした。出発する予定でしたですね。今日僕伊豆大島の観光に来ててですね、時間が結構ギリギリでいろいろ設定をしますので時間通り出てくれないので正直困るんですけども、ただ飛行機なんでねしょうがないですよね。でこちらに新中央航空さんなんですけども、この機体はですねドイツ製のですねドルニエ 228-212NG という飛行機でございますね。乗員が2名、乗客が19名乗れます。で長さが 16.56m、 幅が 16.97m、 高さが 4.86m ですね。巡航速度が 355km で、最大航続距離が 2485km になりますね。重量とか人数とかによって若干異なりますけども、まあ、大体そんな感じでございますかね。でこちらですね、調布から 4路線出ております。一つがこの大島空港、約25分で結んでます。であと新島空港、約35分で結んでます。で神津島空港、約40分で結んでます。三宅島空港、約45分で結んでます。で、今いる大島空港なんですけども、この他に東方航空というヘリコプターがですね離島を結んでましてですね、以前は全日空さんがですね 何便か出してたんですけども、全日空が撤退をしてしまいましたので、今はこの2社の飛行機でございますね。その飛行機が出てる状態ですかね。で今頑張ってですね、飛行機の点検をこちらの方がしております。プロペラ回してますね、頑張ってね。なんか調子悪いみたいですね。で今日はね天候も良くてですね、今飛行機を落としてるんですけども、後ろが三原山がすごい綺麗ですね。こんな日に飛行機を撮ったら最高だなと思って来たんですけども、この後僕はあっちこち観光に回らなきゃいけないのでですね、できればですね今日飛んでほしいんですけど、なかなか飛ばないようですね。で大島空港って駐車場がタダなんです。羽田空港とか成田空港とか行くとね駐車場高いですけど、大島空港はタダで泊められるんで、ご飯旅の大島空港なんてこともできますね。で、こっち今、飛行機の先のところに滑走路があります。でその先海ですね。さてなんか整備士さんが悩んでますね。無線でなんかいろいろ会話をしてますけども、まあ、この無線を聞こうと思えばですね聞けたんですけども、僕がミスってしまいまして、受信機の電バッテリーがなくなってちょっとですね、聞けなくなってしまったので、状況がちょっと今この状態ではわからないんですけども、一応どうやら調子が少しよろしくないようですね。はい、まだまだね時間があるようなんで、まず大島空港について簡単にご説明したいと思います。大島空港というのはですね、伊豆大島にたった一つの、大島町にある、まあ、飛行場というか空港ですね。第三種ですかね、今ね。今ワイプカメラをちょっとねセットしてみました。でですね、滑走路は1本だけですね。1800メートルの滑走路が、幅が45メートルが1本ですね。で空港内っていうのはもうこれローカルなんでね、あまり物ないです。正直なところ保安検査場が一つありまして、その他に、レストランっていう言っていいのかな、一つあります。まあぶっちゃけなし本当に大したもんないんですけども、そういったものですかね。あと他にですね、トイレはね意外と綺麗でした。やっぱりで日本のトイレ綺麗ですね。
あとはですね、1階にですね、空港警察署というんですかね、空港警察署というとちょっとあれかもしれない、一応大島空港の発出所みたいなのが1個あって、おまわりさんが1人待機してますね。でこちらね、3階建てというか2階建てですよね。2階建ての空港でですね、3階が屋上で、展望デッキになってます。で2階が出発ロビーで1階が到着ロビーになってますね。でですね、大島空港以前僕30年前に、全日空の飛行機で来ました。なんですけど今飛んでないんですよね。あの時は確か6800円とかそんなもんで、これ片道に乗れたのかな。あの YS11 というね、今民間では飛ばしてないようなそういう飛行機で来ましたんで、そのぐらいの飛行機で、で今、車椅子がですね飛行機にセッティングされましたね。これ車椅子は多分あれかな、お客様で車椅子が必要な方がいらっしゃるんですかね。どうもこの飛行機はですね、帝国には飛ばないみたいです。はい、この飛行機結局ね、14時過ぎに飛んだという話を聞いたんですけども、とりあえず帝国には飛ばなかったんで、この動画ではですねちょっと離陸シーンというものがアップできませんのでご了承ください。でこちらね、大島空港、車とか借りてる場合大島空港からですね10分程度でお昼とか食べれるとこもあるんで、まあそういうとこに行くにはね意外とね便利はいいですね。で大島空港のすぐそばにね自動車教習所があるんです。大島自動車教習所っていうのはちょっと僕3日間行ってましたけども、一度もその教習者とは出会いませんでしたけども、以前行った時は40キロでですね、ずっと誰もいない道を40キロで走ってました。さすが教習車ですね。でお客様がこうやって降りてきましたんで、もうこれで確実にですね飛ばないという、とりあえず飛ばないということになりましたね。もうなんかみんなうなだれて出てきましたね、こうやってね、かわいそうにねと思って。まあ飛行機のキャンセルは世界各国だったらね、僕もデトロイトで飛行機飛ばなかったことありますんでね、まあよくある話なんで大したことではないんで、まあここ離島なんでね、結局飛行機がキャンセルになっちゃうと電車というわけにはいかないのでね、船か飛行機かって話になりますからね、結構大変といえば大変なんですけども、まあなんかうなだれてお客様みんなねがっかりして降りてきましたね。まあ、僕が乗るわけじゃないんで、あまり僕は別にどうでもいいって言ったら、ね、ちょっと怒られちゃうんですけども、この後ちょっと下の方に様子見に行きました。そうしましたらね、結構なんかあちこち出ました、ね、いや飛行機が飛ばなくてどうなるかわからないって言われたんですけどなんて、なんか他に電話してすみましたけどね、まあよくあるみたいですねここもね。で職員さんいなくなってこの後ですね、点検というか整備のためにいろいろ台車を持ってきたりするようですね。何があってね、これ多分相当雑音が入ってると思うんですけども、風がね今日すごい強いんですよ。だからね、音がすっごい風の音ばっか入っちゃってね、結構撮るのが大変だったんです。あ、いろいろ持ってきましたね、これからいろいろやるんですね。なんか下でおまわりさんに聞いた話だと、前回もやっぱり同じようなことがあって、その時はですね調布からわざわざ、大島まで部品とかを持って整備士がこちらに来たという、だからすごい遅れたなんていうことがあったらしいですね。まあしょうがないといえばしょうがないんですかね。ただ僕としてはね、これ残念なことに予定を組んでこれを取りに来てるんで、やっぱりねここはちょっと残念でしたね。じゃあチャンネル登録お願いします。